昨日も深夜3時くらいできたんですよ。あ、多分数人しか見てないけどね。8人の部屋があったけど、そこは俺も回避した。で、観戦2つ見た。そこの部屋込みの観戦見た。そっちでちょっとゲーム感養うことをかけた。そう。あんまり、なんかこの頃5時、6時とかで寝てたりするから、ちょっと、部屋がないさそうな時で、あんまりね、深夜帯にならないようにと思って、早寝早起きした方がいいかなって。1時間ぐらいはやりますよ。そこで様子見ながら、部屋見ながら、1時間はやります。もう何があっても。1時間以上になりますけど、確実に、もう、多分もう、運命だからね。人狼ができないっていう。この時間帯にできないっていうのは運命なんで。こっちに集中するべきなんで、まず1時間はやります。何があっても。ここ変えません。1時間以降ですね。はい。ただし、ボットばっかりとか、キャンパーばっかりだったら考えます。つまんないんで、はい。なんか嫌な感がするよ、これ。コントローラーが悪い。恐ろしいコントローラー。恐ろしい。こんながら。くるくる回ってるのは僕が回してるんじゃない？だからね、バッついてんぞ。あいつ、これ使ってて。バッファッファッファし。汚いぞ、回してるの。おお、びっくりした。こんな感じでふわついてないんですよ。他の2人が回せないのが痛いよね。箱開けてるやつもいるし、ね、あれ食らってないのに。ないでしょ。で、普通のトーテム触るやつ。もうさ、この時点でみんなどう思う？これ毎回言ってるけど。こんなメンバーしかいないんだよ。タップ刑事がまともなくらいだよ。狙われてたからタップ刑事だけど許されるんだよ。普通のトーテム触る、発電機を触れない。このメグとこの誰だ、下のやつ。毎回言ってる。こんなのメンバーにいてさ、みんなどう思います？本当に。やる気なくなってくるよ。このゲーム展開で、助けにも入らない。自分が、本当こんな人たちがいて、僕はこれゲーム早く終わるべき。二人使えないことが確定。役に立たないっていう。まあ、俺がデッドバイチームだったら、全力で二人いるんですよ。確定で。救助入らないでしょ？メグとか使えると思ってる？使える。これもこんな感じでいつも毎回言ってるけど、だってさ、ゲーム性としてさ、もうさ、で、キャンプ気味なことやってるし。仕方ないよ。俺にキレられてもね、シェリルを生かさないといけないし、シェリルを生かさないといけないから逆の方に行かなきゃいけないし、これは俺の責任じゃないからね。俺、帽子ろ全部火がない。いやー、本当にこのメグ通報案件だよ、もう。こんなのいいんだよ。どうしたらいいの、こんなのいて。俺何してんだよ。さっきキャンプ気味だったんだよ。シェリルと回復しろよ、まず。ここ多分、あれなんだろ？
終わったのか。テリルと回復しろ。終わったのか。発電機事情が分かんない。ここ トンネルで来るに決まってんだろうよ。遠目に逃げるとかやってくれよ。一人戦力外通告いるだろ、どう考えても。戦力にならねえやつ一人抱えてんだぞ。メグとか、なんもしねえやつとか。もうよ、無理だろうよ。負傷状態で回復し合えっつってんだろうよ。あそこの発電機終わってねえと思ってたわ。で、一人こんなやつがいいんだぞ。もう、能天気に発電機回すやつ。いやー、もうさ、これ見てみんなどう思う？もうプレイヤーが あのね、ちゃんとした行動取ってくれないの。負けの道を選ぶ方向性取ってんの。メグっていうやつ見た瞬間に無理だろうよ、こんなの見た瞬間によ。救助もろくにしねえようなやつがいて。立て直せ。ほんとすごいよ。基本に忠実なプレイヤーが俺。基本と真逆なこと。もう、チーム崩壊させるような、無理球でも俺が行かないと崩壊するのと残り2台だからやるべきだと判断。8戦はやめた。残り2台だから。立て直すべきだから、まず。立て直せばまだある。ただ俺が耐久まで入っちゃうっていうリスクは抱えるけど、仕方がないと思ってるよ。立て直せればまだワンチャンあるから、耐久までその代わり入る。メムは極度の発電機マシン。もう呆れ返るほどの、使えないでしょ、極度レベルのもう。耐久まで入るのはもうしょうがないと思ってる。立て直しこそがこの、勝敗の分かれ目だから。トンネルの可能性があるけど、トンネルの可能性があるから、俺はこっち行く。ああ、円滑にチームのうまくいくためには発電機の位置こそが大事だから。この代わりリスクを負って、僕がいるとなぜ勝つか。献身的なプレイ。理にかなったプレイをずっとやってるよ。発電機の位置は分かってるから。メグの位置さえ回せれば。いやー、ほんと役立たずっているよな。発電機を回せばいいし、そんな無理球したら時間ねえだろうよ。ほんと役立たずっているよな。こんな救助しやがって。時間を稼げねえだろうよ。ほんと使えないプレイヤーっているよな。俺が超絶頭のいい、もう、インテリジェンス溢れる、最高のプレイ連発してんのに、やられても理にかなってるプレイを連発してると思うよ。あ、もう回復してもらおう。やられてもチームを生かす動きをずっと行ってる。発電機の維持知ってる？やることがあんなことしかやらねえからな、使えないやつって。発電機を回せばいいんだよ。あれ、発電機を回すしかないんだよ、むしろ。使えねえよな、ほんと。使えるって言われねえだろ、あんなプレイ。意味かなってないプレイだから。二人用じゃなかった、ここ。もう一つ。多分ない。いや。間に合わない。もう、同時につけるしかない。
音がする、音、ここだ。ちょっと2つ。いや、立て直す時間しかねえのか。立て直す時間しか。呆れるだろ、本当に。あの子のメグとかよ。チームプレイゼロ。発電機を触ってくれない。向こう側すら触ってくれない。こんな状態でも触るしかない。誰か一人くらい触ってくれよ、向こうエリアよ。どこ触ってんだろう、使えないやつらって。協力もしてくれないし。ほんとすごいでしょ。負傷なら何もしません。チームのためには何もしません。こっちの発電機をつけてくれるだけでも。ほんとにチームのためにやらないでしょ、この戦力外の2人って。ほんと疲れるでしょ。いやー、ここで回しきれない弱さ。本当に誰かがやってくれればいいのに誰もやらない。デッドバイを見るコツはな、やられたやつが優秀ってことがあるんだよ、このゲーム。俺が何も引きがないよ、これ全部言っただろ、初めから。戦力外が2人いるって。シェリルとメグを見れば、あの、使えないっていう。こいつらがちゃんと機能しないで、最後の終盤にやってくれないんだよ。発電機を触ってやってくれないんだよ。メグとか特にひどいだろ。自分が一番あれなんだからやればいいんだよ。で、発電機が回せない状況作られてんだよ。固まってんだから余裕がある人がやってくれないと全然。で、こういう間に発電機を回さなきゃいけないけど回せないから、こいつが、ね、一番あの足かせたから、チームのやられてるやつを。本当にある回復のやつで使えない奴ら多いよね。人がいなくなってから必死でやろうとしてんだろ、遅いんだよ。人がいなくなる前にやるのは俺の責任じゃないから、このゲーム。だって俺に文句言う人いねえぞ、勝手にチームがさ、崩壊して。で、もう無理なプレイされて、あの状況で無理球でも行かなきゃいけなくて、発電機しか回さない奴がいて。無理級覚悟で行かなきゃいけない状況もなんとかやったけど、発電機回さなきゃいけないと思って回してたけど、俺がやってる間、シェリルとメグは何の協力もしないとか、人がいなくなってから必死でやるとか、ずーっと俺がやってたのに。協力して、4人がちゃんと協力してやらないとダメなんだよ。ちゃんと二人しかやってなくて、二人がサボってるでしょ？だから崩壊するので、俺の責任じゃないんだよ。メグとかが何もやらねえじゃん。あの箱を、チェストあさったりとか。これは俺の非がないよ。メグが相当サボってるとかだよ。相当サボって、発電機を触ろうとか敵を引きつけようって気がゼロっていう。俺の責任じゃないよ。
自分さえ良ければっていいプレイ。人が狙われてるとき、超安全なときだけ。負傷だったら何もしません。このレベルだよ。俺はもう真っ当なこと言ってる。解説者だったら絶対正しいよ。メグとシェリルがふざけすぎてるっていう。テーブルボードは何の日もなくて、デッドバイを見るコツは、やられてないやつが問題があるときがある。本当にどうしようもなくてやられてるやつもいるけど。テーブルボードの人が全部迷惑をかかってるけど、チームを救うプレイ連発してるっていう。理にかなったプレイを連発してるっていう。よってチームが生きてるっていう。みんなが分かれて、ちゃんと手を抜かないでやればいいのに、この二人は、俺がいなくなるまで手抜きプレイの繰り返し、人がやってくれるのが、結局やらなきゃいけないの。あそこで手、みんなが手を抜かなかったらいいの。バレるっつーのよ。ダメだよな、使えないプレイヤーってもう。俺の責任じゃねえから、これ、本当に。あ、これ、本当に俺悪くないからね、これ、見てる人。やられ、先にやられた俺が悪いじゃないんだよ。俺全部人の、全部救助入ってたり、状況把握して、そのまま直接行けば危ないから、小屋の方に入るしかなかったんだよ。シェリルが狙われちゃうから、俺の狙ってたら。そしたら、ずーっと回すやつとかいるんだよ。離れたらいいじゃん。敵に狙われないように。でも、こういうさ、もうさ、終始適当にやってるやつがさ、あ、もう発電機マシンで人の救助しねえようなやつが最後にこうなるけど、まあ、チームで勝ったからいいけどさ。俺は、本当は呆れるよ、俺。まあ、よく、チーム戦では勝ったけど、普通に勝たないといけないよ。僕が見て分かったでしょ？大体多くはね、救助行っちゃうから俺救助行かないだけだけど、今日のメグって行かない人じゃん。だから俺救助行ってる。救助行けない人じゃないの。多分残り、なんか極度の外れ気マシンだから台数が残り2台だったから行けるかなと踏んだけど、みんなが手を抜かないっていう条件付きだから手を抜いてるようじゃもうダメよ。手を抜いてダメなの？あれ。別に俺は多分点数的には問題ないと思うよ。やってるプレイが。致し方ないプレイが連発だから。だって、シェリルと同じ方向行ったらシェリルが狙われるだけだよ。俺の方に来てくれたらもうあそこしかねえじゃん。もう逃げるところ。でも小屋使わなかったじゃん。ちゃんと見えてるし、小屋で回してるの見えてるし。あそこで回さないでちゃんと逃げなきゃダメよ。敵が来たらもう。お。最後そうなるって絶対こうなるからもうちょっと、あれだわもう。あ、最後のプレイはね、二人サボってる人いるじゃないですか。あれによって回せないんですよ。サボらないで回してくれることが、ちゃんと二つ以上のところで回してることが、あれですよ。対策につながるんですよ。なんだっけ、固め。対策につながるんですよ。あそこでサボりが発生しちゃうと、あんな感じで大惨事になる。誰かやられちゃうんですよ。固めてんだから、結局、まあ、固めてるってのは、ケルトとか8回だけだから、同じ発電機。だから、何が大事かっていうと、飽きれんだぜ、本当に。固めてるときって2箇所以上で回しゃいいものを、遠くのエリアで戦ってくれる人がいないの。俺はあそこの近くのところを頑張って回したいけど、戦ってくれれば、キラーだって、2箇所以上行かなきゃいけなかったら、あれじゃん。それはやってくれないの。やるの見た？全員いなくなってから仕方なく回してんの。
ああいうのなんだよ。デッドバイブレイヤーがダメなのはあんなのがね、量産されてんの。はじめから手抜きプレイの連発。僕ってほら、発電機回すときもあるけど、救助行ってるでしょ？そういうこと。人を見てやってんの。発電機回してることが多い理由はね、だいたい救助行くから。今日みたいに極度のなんかもう安全策ばっかり取りたがる奴がいるとは思わないから、あんまり。でも、行かないと、僕行かないと多分ゲーム崩壊だから。発電機がね、余ってたら捨てました。でも、残り2台だったから行けると思ったけど、サボってるやつダメだね、やっぱり。最初の動きで速攻上がるもん。発電機触る姿勢がゼロっていう。発電機触る姿勢がない人とゲームするとね、厳しいよ。で、余計なことするから。救助がもう余計な救助するから。発電機意識が低い人っていうのは、救助すればいいと思ってて、残り1台の発電機があるっていうクイズ問題ね。残り1台発電機あんだぜ。じゃあ何やってんの？発電機回せばいいじゃん。俺が吊るされてる間。簡単じゃん。発電機回してればいいのにね、救助体制入ってんの。で、あんな無理救すんの。あのシェリルの救助とか見た？もう使えない人はね、発電機触んないから。このゲ、ただ、使えないレベルの違った使えないのはさっきのメグみたいなやつ。発電機しか触んない人もダメだけど。発電機触んない人を見た方がいい。ダメな人を見極める。発電機触んないやつ。ただ、さっきのメグみたいに救助もしないで発電機だけ触ってるやつも問題。はい。どういう人なのか見なきゃいけないから、人によって合わせていく。このゲームって結局。俺の責任じゃないからね、もう、さっきのゲームは、普通は。ん？待って。キューハーグン。ほんと、いきなりシェスターあさるやつとかさ、勝つ気ないでしょ。まあいいけどさ。で、いきなり捕まるやつ。チェストあさって捕まるやつ。あ、ゲーカイルはもう。チェストあさって捕まるやつって士気が下がるよね、チーム全体の。こんな感じで言ってますけど、僕別に問題ないでしょ。多くのプレイヤーが思ってること言ってるから。発電機回さないで捕まるやついるんですよ。チェストあさって。この音なんだ、誰だっけ？ててて。あ、勝てない原因は、これ俺の責任じゃないからね。ネアカールソンの失態だからね、これ負けたら。さっきはシェリルとメグが、最初の感想通りだったっていう。サボるタイプだったっていうのが致命傷になったっていう。これに関しては、ネアカールソンが、この状況を作ってしまったらネアカールソンが悪いよ。いいよ。序盤だから回復。序盤だからもう、こんな発電機回してる前にネアカールソンが狙われたらもうゲーム終わるから。敵が来るかもしれないし。立て直すことも大事。残り1台だったら？うん、そのまま回してもらう。アークかもしれないけど、コソドロドが。知らない。こんなこと言ってる前にもう発電機回す。それしか貸し筋がない。充電はしてると思うけど。ほんと恐ろしいよね。こいつらって。なんか、特殊な、パークでもつけてる、ないかったら、恐ろしいよね。恐ろしいよね。チェストを漁ってるやつ、これ。こいつ。恐ろしいよね、ザリーナって。チェストを漁ってるよ。発電機回すよりも。
本当、デッドロックが入ってたからか。あ、デッドロックなんだ。デッドロックだっけ？つけば、なるやつがデッドロックだっけ？いや。もう二手でも回す。誰かに託す。もう一機の、ゲーム。あ、これちゃんと入ってるはずなんだけど。待て。いい加減にしてくれ。青くなってるからな。早いのだよ。なんでノラモブって早えんだろ、救助が。どこの使えない配信者が進めてんの？マジで使えねえよな。キャンパーかもしれないわけでしょ？救助は、ここにいるキラーが離れるかもしれないんだから、離れなかったらあれだけど。なおさら回し一択だろうよ。なんでリスク取ってんだ。いやー、何してんだ。行かねえのか、救助。行くのじゃねえよ。カニバルってご存知？あと無理キューマンだよな。でも火の発電機に行かないと。この辺の発電機だ。無理キューマンやねえのか。発電機俺には見えない。いやー集中できねえ。ボン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 何回目だよっていうレベルの。こっちの方に発電機はあるか。ないのか。痛いなぁ。まあ忘れねえ。まあ忘れる。よし。ああ上は回ってるはず。いやー見えない。見えればな。落ち着こう。俺か。あった。戦える。集中できないわ、バッテリー残量。ちゃんと線が入ってるはずだけど。最悪の事態が。一応バベチルの可能性ある。できねえよ。どのレベル？
いやーもう本当デッドバイプレイヤーってエリアを広げたりするっていうのはできないもんね。だから俺ってやっぱすげえんだな。無理。発電機を回すときは違うところに行くんだよ。同じところで行ってるやつって勝つ気ないでしょ。もう俺の責任じゃないからね、もう。もうこれのせいでも集中できねえし、もう。最初にネアカールソンが捕まったことが、こういう展開になってる。救助が早いんだよ。落ち着いてやるべきなんだよ。キャンパーかもしれないんだから。救助をするってことは発電機回す時間が作れないじゃん。発電機のために全部があるの、全ての行動は、デッドバイは。俺悪くないからね、このゲーム。メンバーが協力してくれないんだよ。結局、逃げ回るだけで発電機を触ってくれないんだよ。これこの試合も別に、そんな大きなミスはないよ。回してくれない、こいつらの凄さ。人にだけ迷惑かける、回してくれない凄さ。いやもうどうしたらいいんだ、もうこれ。誰もこの2試合見て、俺マジで9大点のプレーやってるよ。ほんと誇り高きプレーやってるよ。発電機も触んねえ、このプロデューサーのやつ。俺は広げた、最悪こっち来たら時間稼いでダリーナに回してもらう。似合わない。俺は俺の責任じゃないよ。ここまで持ってったってことは俺は責められるものじゃないよ。
ゲート前に立ってろ。いやー、ゲート前に立ってろよ。使えねえなー。ゲート前に立ってろよ。何してんだよこいつよ。ほんと使えねえなー。向こう行けよ。開けろよ向こう。これはこれはヒュージョンデスマラススーパースター。よしよし、ワールドクラスの10番の力、4代目そして5代目回すのは俺、そしてあの救助も入れたよ。チームのために やれるのは俺の力。発電機回すのは簡単。うん、俺しか回してねえじゃん。聞いてやっと最後にたった1割回した人がいるけど、 0.5 割くらい。それまで俺が4代目5代目ほぼ回したけど、簡単なんだ。発電機回すのが難しいように見えますけどね。他の野良の人を見てると非常に発電機回すのが苦手みたいに見えますけど。よし、あった。おー、いいっしょ。人狼2試合やった価値があるくらいの、もう名試合。人狼を待ってた時間がもったいないくらいの。所詮もだって俺悪くないから。この試合も悪くないって。恐ろしいでしょ。発電機回ってる位置イメージしたら大体予想つくのに、最後にたどり着くんだよ。それまで何やってたんだろうな。ほんと。いや、俺がぼやきたくなるのって多分、普通のプレイヤーマジでぼやきたくなると思うよ。何してたのこの人はって。何をしていたんですかっていう。なんだっけ、名前忘れた、この名前のキャラの。何してたの。うん。って言われてもしょうがないじゃん。あのね、プロデューサーだよ、プロデューサー。韓国人のプロデューサー。ね、名前久しぶりで忘れました、この方。あのね、なんつったっけ、この。ポリスタを育てたプロデューサーなんだよ。リー・ユンジンさんだよ。リー・ユンジンさんはね、発電機回す気ある？逃げ回るやつってもう意味ないから。あの試合勝てたのって、4代目5代目回した人がいるんだわ。もう、発電機を頑張って見つけたんだわ。チェイス、もう、チェイス して、すごい仕事量だと思うよ、あれも、俺も。そうじゃなくてさ、他の人がやってくれよ。俺の補助やってくれよ、発電機の。ひどいと思うよ、これ。見てたらほんとひどいと思うよ。救助がまず早いんだな。何のやってるの？スピードコンテストしてるのじゃないんですか？発電機をいかに効率よく回すかなんですよ。救助っていうのは発電機のためにあるんですよ。あ、発電機か。うん、チェイスも発電機のためにあるんです、全部。じゃあ、いきなり救助することは、発電機を回すことにとってプラスですか、マイナスですかって考えればいいんですよ。フックに吊るされてる人にとってプラスですか？キラーそこにいるんですよ。マイナスでしかないでしょ。で、あんなカニバルでキャンプしてる可能性があるカニバルで、やってるプレイがもうなんか赤点レベルのことやってんだわ。常にもう、正解じゃなくて不正解の回答を出す野良の凄さ。どこの配信者がこれを正しいって言ってんの？いないでしょ、まともな、あの人で。俺みたいに言うでしょ。救助は早すぎるって、絶対。意味がないって。発電機回せないって言うと思うよ。真面目な、まともな人は。レベル高いプレイヤーほど言うと思うよ。配信者絶対言うよ。まあ、日本、海外問わず。120% 言う。俺と同じ視点に立ってない人の方がどうかしてるっていうぐらいの。だって、発電機回さなきゃいけないゲームだから。うん。それはただの自己満だから。救助のスピードコンテストをしてるのじゃなくて、5台の発電機回すゲームなのよ。
そこに一応なんか、問題が発生するわけでしょ？キラーに追われるとか。誰かを救助しなきゃいけないっていうのが発生するわけですよ。トラブルが発生するんだよ。そのトラブルの中でどう解決していくかっていうゲームだから。集中できない。入ってるんだけど、線は。筆になってないのかな、してるよ、これ。青いのがついてるよ。青いのついてるよ。踏んだり蹴ったりだね。人狼は3時間待たされて何もできないっていう。例えば、野良に恵まれて、のびのびゲームしたい。文句一つもないゲームをしたい。もう運営に言いたい。サボってる奴とかいて、そういう人たちはデッドバイを取り組んだ結果、俺みたいになるはずなんだけどね。俺みたいなデッドバイの取り組み方になるはずだから、やってる行動が僕の方のデッドバイの方が多分正しいデッドバイのはずだよ。何をしてるんだろうね。すごいロングチェイスできる人のデッドバイを、まあ、物真似してもロングチェイスのデッドバイは、そもそも違うよ。普通の人がやるデッドバイと。思うけどね。もう疲れんだけどね。毎試合毎試合これでは。画面がコントローラーが。あ、ロングチェイスする人のデッドバイと、違うよ。あいつ村人は即やめる。信用しないやつはやめましょう。めんどくせえし。こうやって見るのがめんどくさい。同じとこ回したの3人とも。いやーもうデッドバイプレイヤーってマジで奇跡だもん。同じところを回してて狙われたことは考えないっていうことはどうしてなのか説明してほしいんだよ。デッドバイプレイヤーって近くで狙われた可能性がある。2人が同じとこ回してて1人が近くだった。
か、別々なところを回していたか。ドーリーがだって、持たないから。おい！充電入ってるはずなのに。じゃあ動かねえ。これなんだよ。相当充電がやべえ。やばいから止まるかもよこれ。ほんとマジで呆れ返るわ。なるかイップマンとかなのか知らないけど、トーテム壊すやつらって。何レイスか何かなのこれ。レイス。コントローラーに効かねえけど、あ、今のは板の読み合いの負けだってだけだったけど、うん、俺の責任じゃないからね、これ。どっちの方向だろうね。わかんないけど、とりあえず発電機回って方向に行こう。回ってる方向に走っている。的にやばいね。狙われる可能性があるね。発電機がついた。そのタイミングで行くわ。ただキャンパーかもしれないからアウトかも。まあいいや。無理だっつーの、キャンパーだから無理だっつーの。何してんだよこいつ。まあ合わせてくれよ、キャンパーだろうよ。来たら来たでいいんだよ。チームプレイをするんだよ。無駄なんだよ発電機をローリーが外したことは。来たら戦えばいいんだよ。こういう風にチームプレイをするんだよ。なんで発電機から手を離したんだよ。マジ使えねえんだよ。使えるか、使えるやつ発電機一択だろ。なんで手を離してんだよ。
その無駄なプレイの繰り返しなんだよ。大失態なんだよ。意味がねえんだよ。このゲーム発電機回すゲームで、なんで手を離して全員が同じ行動を取ってんだよ。使えねえやつらだよな。3人とも同じ行動を取るってどういうことなんだよ。来てる。何してんだよ。行けよ、フェンミンの方向に。チャンスは二度も三度もねえんだわ。トーテム壊すやつっているよな。他のどこ。他のどこの差を離そう。回せると思うな。回せないと思った方がいい。脱出を考えるな。そのための一歩を考える。ならば、電気回すべき。いや、探しに行こう。あった。ローリー頼むぞ、出ろよ。俺は犠牲になっても。堀高きプレイヤー、個性が取れるプレイヤーは最後まで戦って負けるべき。最後まで戦って。いいんだ、もうこれしかない、チャンスは。これが、これがヒーロージャーンデッドバラスーパースター。よし、もし輝き、エースの誇り。よし、よし、勝った。厳しい試合を。よし、勝った。ふう。
今1時間くらいだけど、いいゲームが2試合も続いて、初戦も問題はないんだけど、2人サボりが入ってるために、ああなるってだけの話で、サボってないで4人ちゃんとやってたら、1台つけられたと思うんだけどね。Familiar. いやーでも楽しいね。アニバル戦も勝利だし。初戦もハッチ戦で勝ってるんだよね、メグはね。うん。楽しいね。なんか、3時間無駄だったね。あの時間、デッドバイクやってればよかったね。まあ、ただ、今日ぐらいはいいんじゃない？これは明日もやるとなると3時間も無駄な時間を使ってるわ。リスク分散。ちょっと待って。ああ、しょうがないんじゃない？後ろ向けねえし。後ろ向けないし。信用しないやつだからね。信用しないやつ戦ってもつまんねえからね。終わってもいいんだけど、まあ発電機もありそうだから待ってみる、大人として。うん、ただ終盤で俺が生きない可能性があるよ。2台回る可能性があるから、だから我慢してやってみましょうっていう話。ダメだよなぁ、フックで吊るされてる位置よりも近くに入るやつって使えねえよなぁ。逃げ場所がもうマジで使えねえもん。で、同じところに動くやつら何がしたいの、お前らは。あなたらしいね。デッドバイは何をする、これから。残り4台発電機あるぞ。4台発電機ある状態でどうするつもり。見てるか。
残り4台あるよ。また同じか。また同じか、この子。ああ、溺れねえな。本当に疲れるよな。トンネルをこうやって食らうでしょ。だからつまんねえんだよね。ほんと。ずーっとトンネルを食らってるようなもんだよね。あなたらじゃ、だから言ってんだろ、同じことをするゲームじゃねえって。一人来ればいいだろ、はず、救助は。ほんと使えねえよな、同じことをするやつらって。発電機を回すためにやるのだ、すべての行動は。トンネル食らってるよ、俺。俺はいなくなるんだよ、もう。それ分かってる。一応大人としてやってあげるよ。ただ俺はいなくなるんだよ、もう。まだ一筋の光がある。俺が生きてる。それが大事なんだ。マジで試合の分かれ目のポイント。まだいい。俺の方は3人だになるよ。俺がやられる。ただ、無理をしても、回さないとやばいかも。なんだよ。もう3人になるけど、しょうがない。ドワイトの以外にあるよね。ない、なかったらやばいな。ドワイト以外になんかあるような気がするんだよな。発電機の位置イメージしねえやつって、こっちエリアにあるだろ。で、手を離すやつとか。なんで離してんだよ、使えねえな、おめえよ。何してんだよ、てめえよ、てめえよ。なんで触んねえで話してんだよ。何が救助だよと怒り覚えるわ。なんで行かねえんだよ。なんで救助行かねえんだよ。使えねえよな。救助最優先、次発電機、治療後回しだろ。俺がこの形だろ、世界最高峰のプレーだろ。俺が叱咤激励してるの真っ当だろ。俺のところがある。レアを救って俺のところに行け。毎回毎回これの繰り返しだし、回せねえんだよ、発電機が。毎回毎回よ。なんで俺が回した発電機にたどり着けねえの。こんな二人もいて使えねえ。使えるかこれがよ。ここを回してくれさえしないんだよ。誰一人。毎回発電機妨害が行われて
そうじゃねえだろ、ドワイト。俺んとこに行けよ、まず。自分のことばっかり考えてんじゃねえよ。モレールは発電機だろ。何してんだよ。なんで俺の発電機知っときながらこんなプレイやってんだよ。溢れる。なんで回復なんだよ。力のさ、5代目を回せる人間がエース、デッドバイの。これがエースだ。こっちの方がエースだ。チェイスできるはずはエースじゃない。ディフェンダー。一ゲーに引いて出る人。本当の攻撃陣はこの人。ワールドクラスのスーパースター、ヒロちゃん。はあ、人と同じことしちゃダメなんだよ。人と違うことをするんだよ。みんなが救助するなら、じゃあ誰が発電機回すんだ。うん、ゲームをコントロールし、ゲーム支配するっていうことだ。人を見ることだ。人と違うことをする。それができてるプレイヤーの方が優秀だから、違う次元で戦える。チームがこんなゲームになる。俺まで救助行ったら、俺が波のプレイヤーなら負けることあるよ。はい、俺がヒロちゃん。よし、結果は出したよ。ああ、厳しい試合だったけど、結果は出した。うわあ、楽しいデッドバイは。だから、無駄があるんだって。相当のキャンパーじゃない限り、二人で救助行くとか、そんなことばっかり。描いてないんだよ、発電機を。発電機を描いて戦うんだよ。もう、チェイス配信者が教えないでしょ？教えるわけないじゃん。何も考えないで勝てる人と、考えなきゃいけなかった人との違いだよ。考えなきゃいけなかったんだよ。出すために。結論は無駄なことをしないためには何をすればいいかだから。効率よく動くためには何をすればいいかだから。いや、みんなが同じ動きをすることが効率なのかって言われると効率じゃないでしょ。非効率でしょ。うん。じゃあ人を見なきゃいけないじゃん。どんな人の人なのか。一戦目みたいに発電機回す人だったら俺が救助入るし。だから違うじゃん、毎試合毎試合。人によって応じて。あと逃げる位置、チェイスの位置はまるで、あの発電機と無関係の位置。発電機を回してあるところになるべく逃げないようにやってるじゃん、意図的に。うん、相当あれな限りは。うん、ちゃんとやってんじゃん、チームのために。動いてんじゃん、勝つために。チームの勝利を呼ぶためには。生半可な動きでは。勝てないんで、デッドバイは。チームプレイだっつってんだ、絶対に。絶対にこのゲームチームプレイ。もう 200% 間違いなく。でも人はチームプレイをしないから。自分だけのプレイになっていくから。単品なんだよ、多分。救助とか、チェイスっていう。サッカーと同じくさ、すべて点を取るためにすべてがあるんだ。全てが攻撃は攻撃のためだね。ディフェンスもそうなの。ディフェンスは攻撃のためだから。攻撃は攻撃のためだし。
全部あの、ディフェンスは攻撃のためにあるのに、ディフェンスだけやってる感じなんだわ。要するに。いや、ただ、ボール取ってるだけじゃダメで、前の人にボールを渡さなきゃいけねえじゃん。うん、ボール取ったら。うん、ちゃんと中盤の人に渡したりして。そしてやんないと攻撃組み立てられないでしょって話よ。うん。所詮も、手抜きプレイが投げれば、多分通電できた体感があるから、まあいいゲームが連発だね。まあただ、一応あと1、2試合したらちょっと様子をちょっとずつ見に行かないとね。うん。できるときにやった方がいいからね。うん、はい、うん、うん、なんだこいつ。いや、使えねえやつだなぁ。本当向き見てるだけで使えない。なに、誰、レイスかゴーストベース追ってんの？おぉ、リージョン相手でそれやってんの？心音ってご存知？音がするとか、目で見える表示すれば、心音っていうのをご存知ってレベルなんだけど。いやー、すげえ、もたもたしてる奴ら。こんな二人抱えてるよ。デイキとフェンミ、もう動き見るだけで絶望。発電機回す気ゼロみたいな。で、やることがもう、もはや皆さんおなじみの、同じところを回すっていう、この奇跡。こんなところを回す。もうね、もはやもう、それ見ただけで震えるよね。
そんなところを回すゲームじゃないの。今じゃしょうがない、回さなきゃ100歩譲ってわかるけど。あのさ、警戒するべき時に警戒して発電機回さなきゃいけないのに、あの警戒しない、どうでもいい時にあのしゃがみ行動をやって能天気に発電機回して捕まるっていう、これすごいと思うよ俺も。警戒するべき時に警戒するんだわこのゲーム。で、逃げミンでしょこれ。当然でしょ。逃げフェンミンでしょこれ。ほら、そうなるだろうね。これは戦えねえもんね、安全にね。もうすぐ逃げちゃうだろうね。3番目のやつはね。動きが遅いから。もう、この発電機にたどり着く動きがマジで遅いっていう。え？ゴーストフェイズなの？これも。これゴーストフェイズなの？また。ゴーストフェイズだったらまあ終わりから集まんねえし。またゴーストフェイズなの？つまんねえから終わるか。ミッションじゃないの？え？同じやつじゃないよね。なんで止まってんの？もう。しかもこれなんで見つかってんの？この人。止まってるやついるんだけど。止まってるやつ多くてどう？遅いし止まってんでしょこれ。無理だろこんなやついたら。おっそ、ほんとおっそ、ほんともう無理だよこの野良は。この野良で戦える気配がない。ああ、なんで救助があんな遅いの？誰だよ、どっちだよ。ちょっと俺もう一度やめるよ。変なのが一人いるから、もう確定で変なのが一人いるし、もう案内救助のやつってなんだよ。信用しなくなるまで待つって思うわ。邪魔でしかないわ、狙われるわ、邪魔でしかないわ。無理無理、このメンバーでは無理。もう次のゲームに入った方が賢い。時間の無駄。もう救助がもうあんな遅い奴らとゲームしちゃ無理。次のゲームも視野に入れてゲーム立ち回るわ。終わります、これ。時間の無駄。こういう無駄なゲームって排除しなきゃいけないから。無理。動きが遅い、発電機回せねえ。でジェイクの初動の動きって恐ろしいでしょ。どうでもいい時に警戒して、警戒しなきゃいけない時に警戒できないっていう。マジで驚く。いや、もう終わりの方向に持ってった方がいいかな、これ。終わりの方向に持っていこうか。発電機回せてないしね。うん、終わりの方向に持っていこう。終わらせる方向に持っていこう。冷静に分析してこのメンバーで勝てると思う？無理。どうでもいいところでしゃがむやつとかで、鎮魂するキラー相手にそこを見つかるやつとか、こんなのがいて、あと救助でずーっと待ってるやつ、鎮魂しようがしまいが助けなきゃいけない時はたくさんあるのに、そんな常識ある行動が取れない。
一定のレベルっていうのを備えてない可能性が高い。つまり終わらせる。時間の無駄。終わらせます。勝利優先。この無駄な時間を使って、あれ見てますわ。マッチング見てます、マッチング。これもう捨てます。うん。この間の時間を使って、メトロポリスのマッチング見てます。うん。無駄なゲームを排除するっていうのが大事なんで。あ、捕まったら捕まったって別にもう、やる気は半分もうないんで、このゲームに関しては。早く終わる方向にシフトしましょう。早く終わるってほど大事だと思う。無駄なことをやってる方が時間の無駄だから。マッチングちょっと見てます。部屋があれば、9人部屋ですね、全部。全部9人。でもね、3つ見える。3つ見えるんだわ。待てばあるかもなって、ただ試合してるよ。土日と、あ、この試合はもうハッチもどうでもいいんで。あ、でもな、さっきのマスターがいる村だから、事実上2つか。二つ村があるね、事実上。二つ村がある。村がある状態。で、俺の回復にも来ないからね。やっぱり、もう疲れればこういう奴らとやっぱりゲームすると。狩猟に来ない。こいつ、三人目のやつ。もうマジでムカついたから。と、疲れる。狩猟も来ないんだよ。と、いや、もう早く終わりたいから、こいつ負けさせれば、バランスは。
ったらめっちゃ剥がすわ。こっち行ったから。もうバラすわ。こいつマジ使えねえな、こいつ。ほんと使えない出来だよな。ほんと使えないやつっているよな。こんなに教えてやったのに。教えてやったのに、ここね、位置を。いや、使えない。キラーもレベルが低すぎて。で、救助も来ないんだろ、こいつ。当たり前怒るに決まってんだろ、治療もしないやつってよ。治療もしないやつ怒るに決まってんだろ。治療もしない、救助も来ない。怒るに決まってんだろ。本当にキラー使い物になんないよな。こいつは通報するよ。このひどさ。治療もしないんだよ。で、救助もしない。恐ろしいと思うよ、こいつ。信用がしなくなるまでやらない。ふざけてんじゃねえよ、まず。こいつもうこうだよ。恐ろしいことやってるよ、これ。治療も救助も入れない。マジで恐ろしいやつだよ。恐ろしいやつだよ、これ。マジで恐ろしいよ、これ。通報案件だよ。こいつ人間性どうなってんだろうね。この最低なプレイヤー人間性どうなってんだろうね。こいつ人狼にもいるけど、こんなやつ電話かかってきてたからいいんだけどさ。こいつの動き見た。人をもともと治療する気もなく、救助もしない。こんな嫌がらせの行動をやる。治療もしないんだから俺が怒って当たり前だろうよ。ダメ家の宛てにこんなことやってんだぜ。本当に人間性としても最低だろこいつ。初めからの動き見てわかるもん。誰よりも遅くて、動きが誰よりも遅いっていう。名前なんてやつ？人間性がもう終わってるよ。俺の配信上は。外国の名前なのかわかんないけど。何してんのこれ。こいつね？うん。いや、わかんない。これ日本人がつけた名前の可能性がある。ほら。初めから、やんないで。怒って当たり前だろ。で、このリージョンもマジで使えねえから。ほんと使えない奴らとゲームして、これ無理でしょ？こんなやつだから。絶対わかるもん。動きでわかる。こいつは。もう、荒らしだってことが明確にわかるから。動きでわかる。うん。で、人に対して嫌がらせするんだろ？怒るに決まってんだろ？治療もしないっていう。で、こんなことしてんだぜ、こいつ。何したいんだろうね、これ、ほんとに。何してんだろう、このリージョンってよ。何がしたいの、こいつ。マジで使えねえよな。これもう初めから嵐だから、こいつは。人に対して嫌がらせして怒るに決まってんだろ。リージョンが本当に使えないっていう。わらとこれを逃がしてんのかわかんないんだけど、これは。本当恐ろしいよね。わらと逃がしてんだろうけど、こいつはね、わらと逃がしてんのかもしんないけど。だから呆れ返るよ、本当に。こんなの。呆れ返るわ。わらと逃がしてんだと思うよ、これ、多分。わらとこれ逃がしてんだ。わらと逃がしてんだよ、これ。うん。嵐プレイヤーでしょ？うん。治療も来ないでしょ、こいつ。で、なぜか、普通はね、俺を倒した後にフェンミ狙うはずなのに、フェンミ狙わないから、多分わらと残してる。
俺は何も世界に恥じるプレイではないから、これ配信上残るから、この恥ずかしいフェンミンは、俺の動画を見た人間からはもう白い目で見られると思うよ。この名前のプレステのを使ってるやつは。俺は何も言われないからいいけど、別に。俺は何も言われねえからいいんだけどね。誰からも俺は言われないプレイをやってるからいいとしても。ちょっと今、あれも見ながらやりましょう。一つね、三つ部屋があって、え？音が聞こえることあんのこれ。全体的に音が聞こえることあんの？音が聞こえることが全体的に。うん。すごいでしょ？自分自体が大問題のプレイやってるやつって、こういうやつだね。本当に頭の中どうなってるってね。誰よりも発電機触らないで、ずる賢いプレイをずっと連発してるやつ。治療も来ないの。うん。で、俺に対して嫌がらせやってるの。まあ、嫌がらせにもなってないんだけど、静かにずっと見てましたけど、何か嫌がらせになってんだろうかねっていう。嫌がらせにもなってないことされても別に平然とこの通りいるけど、うん。だんだんと、嵐でしょ？うん。あんなやつは嵐だから絶対に。動きがね、ちゃんとやってないから。もう絶対にわかるもん。動きがちゃんとやってない。あんなのがいた瞬間にもう無理よ。で、救助も遅いでしょ？救助もする気がないのか知んないけど、ジェイクの救助遅かったのも嫌がらせしてたんだよ、あいつ。嵐だったんだよ、多分。ジェイクの救助っておかしくない？あれをやってたんだよ、同じことを多分。あいつ多分、動画見返す、三人目のやつかな。三人目のやつが、行動やってんのかな。ジェイクの救助行かないこと。もともと嵐だったんじゃねえか。もともと三人目のやつって。もともと嵐だったんだよ、多分。だから、ジェイクの救助が、やたら遅いんだよ。異常なまでに。そういう仮説があるんだけど。おかしくね、ジェイクの救助が。とんでもなくジェイクの救助が遅くなかった。あれさ、ジェイクの救助って遅くなかった？一丁なまでに。うまく巻き戻せねえけど。うまくね、ちょっと俺巻き戻せねえからわかんねえけど。俺はちょっと巻き戻せねえ。うまいこと巻き戻せねえ。ああ、あのね、三人目のフェンミンがね、嵐だわ。あいつ嵐だわ。さっきの嵐。さっきの嵐だよ。ジェイクの時も同じように、やってたんだよ、多分。同じように助けないで。ジェイクの人多分聞けばわかる。嵐だよ。あいつ。ゲーム内嵐。だってさ、救助遅かったじゃないですか。四人目の人の方が、初期衣装じゃない方のフェンミンの方が狙われてた時に、三人目がジェイク助けるのがやたら遅かったじゃないですか、シルエット上。俺、絆持ってるから見えるんだけど、やったら救助遅いじゃないですか。遅い遅いって言ってたじゃないですか。あれ多分嵐だよ、嵐。うん、さっきのやつ。ゲーム内嵐だよ。ジェイクにも同じことをやってたと可能性が高い。うん。だからね、変なのがいた瞬間、もうブロック機能つけてほしい。メトロポリスと同じであってほしい。僕言ってるから別に嫌なプレイヤーと俺やりたくないから。今のはね、4人目じゃない。救助が遅かったのはあいつ。同じことをしてたんだよ、あいつ。救助しないで。ジェイクにも多分同じことをしてたんだよ。同じことをして。で、耐久まで入れたんだろう。おそらく。同じことをしてる、あいつが。さっきね、嵐がいたんだわ。助けないでわざわざ耐久入れるようなやつがいた。うん。二人にやってる。俺には確実にやって、あ、終わろう、これ。早く、次のゲーム行こう。次のゲーム。あ、これ面白くないから、次のゲーム。こんなつまんないキラー使ってるやつはもう即終わり。レイスとかはもう即に逃げましょう。次のゲーム行きましょう。信用しないやつをやって貸したいなんて、せこすぎて言葉出ないよ。じゃあ次のゲーム行きましょう。時間の無駄。で、ミガエラが通ってもやってるから、もう時間の無駄。次のゲーム行った方がいい。いち早く早く次のゲームに入る。
早く次のゲームで。つまんないキラーで戦うことが時間の無駄だから。つまんないキラー、変な味方がいたらもうゲームやんない、やめた方がいいから。レイスは基本殿堂入りクラスのアウト案件だから。さっきのゲームはレッカーズヤードか、違うな、ブラッドロッチは別にやれそうだったからやっただけだから。うん、一応やってみただけだから。いきなり捕まったんでしょ、やめたらいいじゃん。もう、もともと殿堂入りクラスの NG 案件だから。で、人狼ゲームで言うとこの NG の人だから。ブロックしてる人だから、要するに。ブロック案件と同じだから。ブロック案件、本来は戦わないっていうキラーだから。悲しむことはなくて次のゲームに入った方がいいから。うん。これをやってる方が時間の無駄よ、どっちかっていうと。そうだよね。はい、お願いします。ちょっとやめて、マジで。ちょっとや、これ5番さん噛まれ、なんかちょっと今すいません、途中あれ見てた。 NG 案件でいい、これはもうさっさと終わらせる。つまんない試合は終わらせる。ちょうどレイスって分かったから最高。これは運がいいと思うよ。つまんないキラーだから、もともとやる気はないキラーで、速攻で見つかって速攻で終われるから。さっきみたいな、さっきのね、フェンミンはね、嵐です。同じことをやってる。多分、ジェイクにも。同じことをやって、救助やたら遅いじゃん。初めっから勝つ気がなくて、初めっから嫌がらせしてるやつ。あれ、嵐だから名前メモっとくわ。スローなんとかだよな。うん。まあ、あんな、人間性まで終わっちゃってるプレイを、俺以外とか他人にもやってるやつでしょ。他人にもやってるようなやつだから。まあ、ジェイクからもおそらく通報されてると思うから。まあ、人間性が終わってるプレイヤーだから別に、そんな人間性が悪いプレイヤーにイライラしてもしょうがないしね。スロースカースカーフスカーフこうか。スロースカーフこう。メモっと。こういう嫌がらせのやつはこういう風にやるから、大体。嫌がらせのやつは釣らないよ。人間性が悪いから、レイス使いは。人間性が悪いから。釣らないで嫌がらせを行おうとしてるから。大体、こいつらの相場は決まってるから。こういう人間性込みでアウトなんだから。別に、悲しむことは何もないんで。これはちょっとメモっとくわ。さっきのはね、多分意図的にやってるよ。プレイ頑張ってた上のミスだったら別にいいんだけど、完全に矢先のフェンミンは、意図的にやってるよ。嵐の行動。ジェイクにもやってるよ。他の人にもやってる。相当やばいプレイヤーだよ。こんなことやって、ブロックされないからいいんだろうね。ブロックされるようになったら、人から嫌われていくと思うけどね。相当やばいやつだよね。あ、やんないっすよ。つまんないキラーと戦わないのが勝負の鉄則だから。楽しい試合っていうのは、やっぱり熱いゲームになんない敵は、なるべく排除する。これが、正しいデッドバイのあり方なんで。むしろ戦ってる方がストレス。ガフっていうのかな ?SCUFF。SCUFF って。スロー。でスカフをなんか真ん中の線があるけど、うん、あれをジェイクでもやってたんだよ。うん。あれ、ジェイクにも多分やってたんだよ。うん。やっぱり、あいつおかしいと思ったもん。発電機、やっぱり発電機をね、触る意識が低いやつはね、やばいやつがいるからね。
気をつけた方がいいと思う。本当に。やっぱりそうだよな、体感。こんな気がしたわ。まあでも、そんな気がしたわ、はい、そんな気がしたわっていうね、まあ。あの、いや、一応あるにはあるけど、なんか、君持たねえから、もういいや。君持ってたことはいいんだな、あなたちに持って。はい。どうすなんか、昨日3発目の時代。ないゲーム展開になって。あの、申し上げます。私が言ってるんで、あの、2番の心地いいっていうのは3番さんもそれって違和感が決まってましたよね。あのでもないゲーム展開になって、ダメで。見てみる。さっきのはね、ケンミンは嵐です。ジェイクにもやってた。確信犯でやってる。嵐の行動をやってる。確信犯レベルでやってる。恥ずかしいと思わないのかね、ああいうことして。まあ俺は別にちゃんとしてるプレイヤーだから、別にショックすら上げないけど。変な奴がいて、それに対してグダグダ言ってもしょうがないんだね。今ね、3日目迎えてる村があるよ。まあ一応、この中途半端な終わり方はあれだけど、入れるようなら入るけど、3日目なんだよね。一応、様子見ながらこういう風にやったらいいんじゃない？またやれる時にやればいいし、今日は全体的に試合はできてたからね。うん。全体的に試合は、いい試合は前半できてたから。ちょっと今、2試合グダグダしてるけど、メンバーがやっぱりね、変な奴がいれば無理よ。初めからやる気がなくて、ジェイクにもおそらく同じことをやっている。可能性が高い。見直したけどやっぱりおかしい。救助しねえのおかしいなと思ってたもん。まああんなことをしてる奴なんて人から見放されていくと思うから。まあ俺は配信してるし恥ずかしいことはできないからね。もともと勝利のためにやるべきだからね。すいませんね、今ちょっと、人狼の方の部屋の方。一試合。まだこれ、待たなきゃいけないの、きついけどね、きついけどね。待たなきゃいけない。感じですけど。なんかなこれ4万しながら あーゲームしながらだとゲームしてる時にまあちょっと待つしかないかもよ。全然別に7番3試合で待ってみます。全然強人出てくるだろう。ただね、こっから始まったんだろう。うーん、あーまだまだだわ。4人発言があるわ。4人今3発言があるな。もう割り切って、マッチングしようか。これで終わったら終わったで、入れなかったら入れないで、それが運命だ。そしたらまあ最悪あと 2,3 試合やって気持ちよく終われたらもう、人狼待ち続けるモードに入ればいいんじゃない。まあこのままじゃ終われないしね。嵐とレイスという、嵐のプレイヤー、嵐のキラーと、嵐のキラー2枚と、1人サバイバーに嵐がいたっていう。このままじゃなんか気分悪いからね。うん。昨日みたいに別に抜けれなくてもちゃんとゲームができてれば終わりたいところだけど、このままじゃなんか終われないようにしていいね。うん。いや、一定レベルのゲームができればもうそれでいいと思ってる。うん。人狼もこっちもコンスタントにやる方が大事だから、うん、昔みたいに10時間も何時間もはできないけど。心地よいゲームがしたいだけだからね。勝つとか負けるとかじゃなくてゲームがしたいだけだから。勝ちは目指してるけど、一応嵐とゲームしたくねえから、ブロック機能を設けてくれれば今日のフェミ多分ジェイクからもブロックされるだろうね。誰が見ても多分アウトだよ。多分あれはアウト。俺の感情とかじゃなくて多分もう確定レベルのやばいくらいの。
負けてもまあそこそこできればもう終わりでいいと思うけど、さすがにさすがに嵐だったからな。嵐となんかゲームつまんないキラーが現れた時点でもう終わりでいいよ。信用しないで勝ちたいやつとゲームしても無理。基本レイスはもうアウト案件だからつまんないから、まず。究極の武器と同じ、つまんないことはつまんないキラー戦わない。信用しないで勝つ。うん、マジでつまんない。本当につまんない、そんなやつは。信用するゲームだから、これね。いちいちそんなこと気にしてらんねえから、もう、バッチングのあれがなんか決めれないがね。レイスと戦わないとかさ。それでいいんだけど、ほんとつまんないから、信用しないやつって。戦えるときにはやります。うん。もちろんやります。2台回ってるなって、大人としてやりますよ。うん。1台回ってなかったら、もう喜んでやめるよ。いやー、無駄だからね、あんなの戦ってるだけで。ちょうど脱げれてよかったわ。あれで救助入る、どうしようもないやついるからね。あんなもの俺がもがいてる時点で終わらせればいいだろうっていう。その気持ちを理解してないよね。同じ気持ちになんないの？第一村人にいきなりなりました。じゃあやめたいじゃん。それが人間の普通の感情じゃないの？それをゲームを無理くりさせるって、それが正しくないじゃん。やめたいんだな。それでいいじゃん。信用しねえ奴らばっかり使うよな。本当に面白くもうなんともないんだよね。助ける気ないな、発展気さはやりな。助ける気ないなら発電機触ったらいいのに。時間ねえわ。3台目を回しとかないと時間がマジでねえ。いやー、助けに行かないんだよ、ほんと。恐ろしいよ、モレルドが。
こいい。奴が一人いるんだぜ。モーレルとか救助行かねえやついるか。利口感でも行くだろう。まともなプレイヤーは切れるよな。伊藤館でも行きゃいいやろ。あれだあれだ、多分あれ、あの別な方がいい。なんで救助しねえんだよ。この漏れるってダメなやつだね。救助もしない。何してんの。遠目に逃げろよ。遠目に逃げてくれよ。チーム状況分かってんのか。何もできない中途半端プレイヤーがいるんだぞ。チームプレイを行ってくれよ。いやーもう、なんで必ず戦力外的な感じがいるんだろう。救助もいけねえやつ。で、発電機も回せねえやつ。チームプレイはやってくれないし。驚くよ。なんで救助いかねえの、こいつ。いやー本当にムカつくほど戦力にならないやついるよ。みんなマジで驚くと思うよ。救助行かないやついるんだよ。すぐ捕まる奇跡。残り1台じゃねえかよ。無理だろうよ。残り1台じゃ無理。なあ、これはひどいよ、これ。こいつがマジでひどいよ、これ。運営に言うけどさ、何もできねえやつが入ってても無理だって。救助しないやついるんだよ。
全員が割り当ててやらなきゃいけないことをやってくれないやついるんだよ。俺んとこ回った?回って、残り1台。全然回ってないの?そしたら発電機。計算間違ってたわ。残り2台だったの?これ。もともとが残り2台だったの?俺が回った時点で。いやー、無理だって救助入らないやついるんだよ。どうしたらいいの?圧電機もろくに回さないやつ。じゃあ回しゃいいじゃん。ひどいと思うよ、これ。俺、責任ねえよ。すぐ終わらないだろ?自分が人の救助もしねえやつが助けてもらえると思ってんのか?よし、これはヒーローじゃん!デッドバラースーパースター!ボッシュ!チームメイトに恵まれなくても、戦う!ひどい。本当にひどい。何もしない人って何のためにやってんの?プレイステージ17だってよ。プレイステージ17で何もしないの?この人。あなんだけども、プレステージ17で、こんなことやってんの?はぁ?その救助はしないで?その救助はしないで?え、見捨てんの?何回も何回も?いや、もうし、やんないよ、これもう。見せてほしいよ。俺だよ、あれ、普通の方がいいだよ。12秒ブロックなのこれ。よし。あった。一定レベル備えてほしいわ、もう。あったから、まあ。なすか。あ、人狼って。が終わってないから、あ、ただ、接続切れだわ、接続切れ。一瞬目残してる。マスターが接続切れになってるから無理。違う村は、マスターが、あれだから、入っても時間の無駄。まあ、でも一旦、終わって人狼見ますか。まあ、やれたから。いや、ひどいと思うよ、もう。救助行かない人いるんですよ、梅さん。その人とマッチングされるんですよ、僕。どうやって勝てばいいんですか?で、ろくに発電機も回してくれないんですよ。どうしたらいいんですか、僕。全部やるんですか?時間効率のことを考えたら、もうやってくれない人がいた時点で無理なんですよね。まあ、いいや。多いと思うよ。そばが待て。でもね、部屋がね、今ね、終わったばっかりの村が解散で困ったことにマスターがね、接続切れなんですよ。だからね、続行するしかないと思う。あ、全部は見れないけど、本話で見てる感じ。残念だけど、本話で見る限り、今入っても、国策にはなる。
まあ、ただこっちの村がもうすぐ終わりそうってのがある。まあ一旦デッドバイ自体は切って人狼モードに入るか。楽しかったしね、やれたんで。あれさ、俺間違って見ちゃったから解除になったから、もう位置バレてんじゃねえの。それすら気づかなかった。2台だったの？俺んとこ回して、モレルんとこ回して、あそこんとこ回してね、2台だったの。何じゃ、モレルは中途半端に回したってことなの？モレルんとこの1台回ってる想定だったけど、つか普通救助行くって思うじゃん。行かないやついんの？プレステージ17で。俺もうどうしたらいいのこれ。プレステージ17で行かないやつがいるって思う？こんな人いるって思う？こんな人いないって思うのが普通だと思うけど。俺だから悪くないからね、本当にもう。怒んないでね。っていう感じ。まあでもありがとうございました。ってことで。